こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第508回、石原先生よろしくお願いいたします。今日から初めて聞いた人はですね、タイトルコールの声が全然違うし、<あ>なんだこの遠藤さんは、え、別の番組じゃないのって思うかもしれませんけど、三、はい、代目の三代目のナビゲーターじゃなくて、今回 MC ってなりましたけど、<laughs> ありがとうございます。遠藤さんにですね、オファーをいただき、はい、はい、ちょうどあのね、気にも良かったので、はい。 ぜひ僕もプロデュースしてくださいってことで。いや、とてもいいあの、相方を変えていただくことになりまして。今2回目ね。そうですね。今日で2回目になりますので。だいぶ慣れてたでしょまだ1回しかやってないですけど、うん、プレミアムでね、衝撃を受けたので、ちょっと慣れましたね。そうだね。はい。と、はいうことで、ちょ、じゃあサクサクいきましょう。はい、わかりました。じゃあ早速ご質問いきたいと思います。はいえー、今回はですね、新広告チャレンジトレーニーというふうになってるんですけども、はい、製造業の30代男性の方からご質問いただいてます。えー、すごいね。 すごいですね、はい、これアフリカでの話ですねアフリカにおける日系製造業のおかしいかしいポッドキャストを偶然拝聴し、うん、過去番組を聞きあさっていますって書い欄に、はい、気づいちゃったんですねアフリカにおける日系製造業の事業戦略の方向性に関してお考えをお聞かせいただければ幸いです石原先生はじめまして私は日系のいわゆる大企業からの派遣で青年海外協力隊としてケニアの地方エリアで1年間のボランティア活動をしています、うん 活動終了後は認知で得た現地の人々のニーズや生活習慣などに対する知見を生かして所属する企業のアフリカの現地販売会社に勤務する予定です。すごいな。こうやってやってんだ。はい。ケニアにおける日系企業の実情というと、街を走る自動車はほぼ全てが日本車ですが、他の製造業や他業種はほとんど参入できていません。 一方で自動車以外での製造業や小売業で中国企業の成長は著しく、スマートフォンに代表されるような家電から田舎のマーケットで売られる食器までどこに行っても中国製品が並んでいます。うん、中国製品は品質こそ最高ではありませんが、日常使用には全く問題なく、平均月給が3、4万のケニアの方々でも十分に手の届く価格帯で売られています。 うん、また中国は国として優勝無償の援助をアフリカ全土で広げており国家規模でアフリカを市場としてターゲットにしている印象を受けています、うん、そうだね日本製品や日系企業のサービスの質の高さはケニアの皆さんも理解していただいているので品質で差別化を図り価格を極力中国製品に近づけることで対抗することは考えられます、うん、しかしすでに市場シェアを占有されてしまっている上中国企業は国家としての後ろ盾もあるためスケール隙がないように感じています、うん、そこで ケニアをはじめとするアフリカ諸国で日系製造企業が販売を伸ばす戦略に関してヒントを頂戴できれば幸いです。それではトークケニアの片田舎から毎週の配信を楽しみにしてます。<laughs> <laughs> すごいっすね。<え>こんなグローバルな質問来るんですかいや、割と多いよ。<laughs> いやこの系の質問も聞いたことないんで面白いですね。あ,えー、あの、遠藤さんはね。はい。 そうなんですよ、6番組ぐらいしてるんですが、あんまりグローバル系の質問は正直ないかな、うん、皆さん。まあちょっとね、あの分野が違うかもしれないけど、僕の番組、世界中から、世界中に散ってる日本人の人がすごい聞いてるの。まあ、そんな感じですね、うん、で、まあたまにほら、うち3%ぐらいの勉強会とかあるじゃん、はい、出張をそれに合わせて来てくれて、あそんな感じでラーメン屋さんがやってるすごいい面白い人が 名古屋の勉強会から来たりとか、公開資料とかもさ、合わせて来ましたとかって、どんな感じなのって言ったらさ、とにかくあの、世界中に行けば行くほど、その日本の事情を知るコンテンツがないんだって。ああ。で、<ー>やっぱ感覚がずれちゃうの嫌なんで、今の日本とか、今のいろんな社会情勢知りたい時に、必ずなんか行き着くの僕の番組みたいで。ホットキャストなんだ。へそう。だって耳があれだからね。で、映像大変じゃん。確かに。 うん、だからうれれ、ね、これ多分ね、あの車を揺らりながら、お、そうだって言いながら、僕の番組聞いてるんですよ。<laughs> で、そうだよね、って。そう,そう、ありだから,だからそ、そういう意味ではね、なんか、割とノーマルな感じ。えー、あ、普通なんですね。いや、だけどこれ、逆に俺さ、質問見て、今見て驚いてるんだけど、はい、某超有名な会社じゃん、これね。そうなんですよ。某有名な会社は、1年間社員を海外協力隊に出すんだな。その上で、事業をするためにいた、収容機関みたいに、あえて、 そこのマーケットとか全部知る勉強なんですよね、これ。遠藤さんもね、超大手にいらっしゃったから、大手の戦略っていうのには、これ意外にさ、中小企業の経験者しかない人って、大手の感覚分かんないじゃん、僕もほら、ヤマにいたから、あと関西人にいたから、こういう感覚まで含めて、ものが見れるっていうのは、まあね、ちょっとお互い共通点がすごく、先生と共通ってなんだよ で、これ、海外協力青年隊に一年出した上で、その後に、その仕事に就かせるわけでしょこれすごいな、これ。すごいですよね。 ここか、ここピックアップされたんですね。と思った。確かに、いや、でも本当そう思いました。でも本当に超有名企業ですね、これ。ね。いや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 、びっくりしました。だから、こういうのもあるんだなっていうとさ、またいろいろあって、これ逆転にとってさ、こういう企業にさ、僕こういうふうにするから絶対入社させてくださいって言ったら入るな。相変わらずお前、なんで知ったんだでしょ。知ってますよ、だって、御社入りたくてって。もう、あれってあらる方うを見てる。確かにおもしなと。 昔、私、大企業で人事やってたんで、こんなここいたら、即もう、ぎゅんって上げますよ。だよね、即上げますね。もうトップの、とりあえず人事部長から、そうですね、って感じだよな。やりますね、確かに。海外に行きたい人は僕に相談してくれれば、ある方法教えますみたいな感じだもね。いや、本当ですね、確かに。これさ、例えば大企業にいた方で、なおかつほら、メーカー系じゃないですか、あのこれ 正直僕これに関してはもう完全思考停止なんで石原先生なんて答えるのか楽しみにしてたんですけどうえど,どこから見ていくんですかこういう話ってえこれはいいやこれ見た時にいや,いや,やり方あるけどなって思う<嘘>えあるよだってなんでなんでえあるんですか俺あるあるいや今もリスナーの方々世界中がみんな耳どうなってんだって聞きたいですけどえー、全然わかんないですあのね、はい、結果的だよ うん、結果的に日本企業で世界に出てって成功した会社はまあこのやり方しか無理だっていうかこのやり方をして最終的に勝ちきったっていうのが、うん、まあこのくらいの規模の大企業だったらあるね。なんですとうんそれでそのまあそれは多分ねえっと上の方もそれを分かってやんないといけないんだけど、うん まあ、そういうやり方があるんじゃないのって思う。例えば、アジアで一番成功してる化粧品って、資生堂でしょじゃあ、資生堂ってさ、どうやったのっていう話じゃない。<laughs> それとか、うん、まあ、コンビニでもそうだけどさ、出てって成功してるとかあるじゃん、アジアに行ったかとかさ、ああいうとこってそもそもどうやったのっていうさ、多分さ、この規模になっちゃうと、国単位で協力した方がいいんだよね。で、うん、そこの国に行ってる、まあ、やってるとは思うけど、 メーカーだけじゃなくて、いろんな日本人の集まりってあるじゃん。ありますね、必ず、ね。ああ、そこ行って、はい、どうやってやったらああってやったら聞くことが結構重要だし。はいはい、だよね。うんうん、それから、その、まあ、その資生堂に行って、すみ、うん、ませんって、僕今こうですと。どうやってやりましたかっていうのは聞くべきだね。絶対教えてくれる。うん,うん、うん。それと、じゃあ、あの、僕と同じ時期に、例えばね、 中東とかアフリカ行った先輩いませんかって言って先輩に訪ねて行ったら、まあ、絶対教えてくれるあ確かに、うん、そうですね、うん、でそ,うそういうふうにするとまた面白いネットワークができるから個人としても楽しいんじゃないかと思ったりとか確かに、うん、私昔中東ちょっと当時開拓担当だったんでやってて一人でよく飛んでったりしてたんですけどなぜか日本人そういう感じだと超強豪ですら情報バンバン教えてくれるんですよね だって同じように苦労してるからですよねで何かすっげえ何でも喋ってくれるみたいなぐらいそこの現地さえ行けばうんそうそうそうそのネットワークにさえ入ればウェルカムみたいなそうそうそれはありました確かにだってまあ国を背負ってるって感じになるからねですねうんそうそうまずそういうことを知っとくことが重要なとまずは今実は2つの文脈で海外って入ってくんだよね2つえっと まあその国のもうきちっとした人脈に入っていくっていうことをやんなきゃいけなくて、これはさ、1年とか2年じゃ無理なんで、本当にまあ5年、10年越しっていうことを考えながら、そこのまあ財閥なり、財閥の手前にいる人たちと本当に人としての付き合いをして、さっきあったじゃん、仲良くなるにはどうするのっていうやつじゃん。で、事件をいくつか通り越えるっていうことでしか入っていけない。 っていうことを、もうその、なんていうのかな。企業として。僕の代で何とかするわけじゃなくて、僕はその礎作りに行ってます。だから、もうボランティアの延長線上で、さ、そういう人間を配置するってことがかなりすごく重要で。あれとあれとあれを乗り越えたから、お互い同士になったから、お宅の商品を絶対に担ぎますみたいなことを、まあ作っていくことが重要ね。 うん、だからもう戦略がさ、この商品売るのとかなんとかじゃなくてもう人としてのつながり<ー>だ,だってさ産業ってさライバルがあって世界もライバルがあって最終的には競争になっちゃうってさどこも商品が良くての戦いになるわけじゃん未開のうちだからっつってさ自分しかなければそれは売れるかもしれないけど後から来たやつが来れば同じ戦争状態になるんだからか最終的には子と子も含めてうん、うん、人間と人間の付き合いが大きいかどうかでしょ。 っていうような、あの入り方をしますっていうしないと。多分日本企業これ以外成功するした例ない。以前、6年前ぐらいですかね、僕先生とお会いしたばっかりの頃に。テラモーターズってゲスト出たの覚えてます。あそこの社長さんところに、あれをコーディネートしてくれた男の子って、当時まあ大学生で。慶応かなんかの優秀な子だったんですけど、今インドで、まさに今先生が言ったやり方で。 今、彼、一人で、今、27歳ぐらい、6歳とか五50億一人で回してるんですよ。うんうん、だから、そういう感じ。だから、その成功事例しか多分ない。うん、めちゃめちゃ大人になってました泥臭いの、相当飲んだんだろうなっていうい。そう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 ,そう。顔つき別人。そう。だから、それを僕はやりに行ってますって。目先のことは考えてない。<ー>僕の上をみんなが通ってってくれっていうような言い方をして、<laughs> <laughs> いや、そう。結果的にそれしかない。そうね そこ、うんで。最終形を今からやる感じ。いやで、その姿勢を持ちながらね、ふんふんとは言いながらも今面白くてさ、今東南アジアでもろ,ろうと思ったら、はい。実はこのやり方が実はすごいいい方法があるんだけど、これさすがにちょっとまずいんで言い、うん、言えない方が言えないんだ。<laughs> だから、この子はメールかなんかくれればそうしてるけどね。あらら。 まあ、あとね、日本に帰ってきた時と<や>来るっていうののめんどくさいしな、まだ。まだちょこちょこ呼ばれるんじゃないですか、っね、まあ、まあ、来てもいいけど、ね、それは今、割と、東南アジアとかはこうなってるけど、知ってるかいっていうのは、番組的にはまずいけど、超最先端の。うんうん 今アジアとかそういうところに売ろうとしたら、こんなことになっていること知ってるっていうのはあるよね。あらら、じゃあちょっと連絡していただいて。うん、まあそうだ、ね。オッケーの、それ連絡しよって、ってっあら、それ教えるよ。ううだって、日本代表してな。あ、そうですね。もうケニアのマーケットをさ、開拓しようとしてるから、ね。かいや、確かに、しかも三十代の男性の方ですね。ね、ちょっとお願いがあってさ、うん、ケニアってさ、うもうでっかすぎるからわかんないんだけど。はい、ケニアにさ、ホテルはあるんだよね。だかエムパタっていうの。エムパタ。 収録中にケニアのパンフレットが後ろから出てくるって、どういうオフィスなんですかいや,いや、たまたま僕、このホテルやってるそんな、たまたまあります、こ外交取ったんじゃんと、ロハスっていうさ、うんうん、あれを、ロハスって名前決めた,作ったあの編集者の,がの方がさ、すごい最近仲良しで、えー、そうなんですか。小ろ、うん、さん、このホテル作ってんだよね。あ,あのーーえというか、もう有名、あそうなんの男気。 ちょっと見てもいいですかこれが。これ見てきて写真送ってほしいえ、それいいじゃないですかね。分かんないよ。遠いと思うから。ケニア広すぎて。何でしたっけ名前。え、エムパタってのムパタムパタ。ムパタだ。ムパタ。これ読んでいいんですかそうそう。ムパタインターナショナルですね。ここちょっと行ってきてよ。写真欲しいな。ムパタサファリクラブ。写真欲しいということかも泊まりるくらいしよ。あら。 じゃあちょっとこれ写真撮った石原先生ときっと連絡取れるようになると思いますのでねということで宿題を授けてしまいましたはいというわけで終わりたいなと思います、はい、え石原あきらの K のヒントプラス第508回これで終わりたいと思います石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました